ウィリアムソン川はアメリカ合衆国のオレゴン州を流れる川。クラマス川の水源であるアッパークラマス湖へ注ぐ。長さ約100マイル。流域面積約3000平方マイル。ウィリアムソン川とそのシ流スプレーング川でアッパークラマス湖への流入量の半分以上を供給している。水源はクラマス郡中央部であり、クラマスフォールズ北東約40マイル。 ウィンマ国立森林公園内で、笛五山の北側にある、大きな泉である。そこから、大きな孔を描いて、北、西、南西と流れ、クラマスマーシュ国立野生生物保護区を通る。保護区を抜けると、国道97号線とおおむね平行に流れ、地獄院北約5マイル、コリアーメモリアル州立公園で、ウガンシリュースプリングクリークが合流。地獄院で左岸支流、サガンシリュー。 スプレーグ川を合わせ、クラマスフォールズ北約20マイルでたから、アッパークラマス湖へ注ぐ。ありがとうございます。